山本大介は日本のゲームクリエイター。元宝オンラインエンターテイメント所属。代表作はパズルドラゴンズ。富山県高岡市出身。小学生の頃はファミリーコンピュータ、中学、高校ではストリートファイター2など格闘ゲームにハマる。小学校高校学年で担任教師の影響で理科が好きになり、薬の研究をする夢を持つ。 だが1996年、数学が苦手で大学受験に失敗、進路を模索して、ブラブラしていると、ゲームへの熱意を思い出しゲーム業界に入ることを、決意。2001年にブレインドックという、小さな会社に企画アシスタントとして、在籍、企画作りの基礎を学ぶ。2001年7月に、ハドソンに入社。ハドソンでは、エレメンタルモンスター TD の企画に携わり、 プロデューサーとして、ミロンの星空シャボンパズル組曲、エレメンタルモンスター5柱神の謎の企画を行った。2011年7月にハドソンを退社し、元宝に移籍した。元宝では入社して1週間後、後の大ヒット作になるパズルドラゴンズを企画段階から手掛けた。2018年からはパズドラに加え、 クロノマギアのプロデュースを並行して行っている。ありがとうございます。